ながらお話しますね。はい、ではそうしましたら、ぜひ初めにやっていただきたい練習方法というところでお話していきます。メトロノームに合わせてスピードを上げていくってことをやってほしいんですね。いろんな曲をこれからやっていきたいっていうのがもし出てきたときですね、スピードが速く叩けないとその曲が叩けないってことになってしまったりとか、その曲を演奏するスタートラインに立てなかったりすることがありますので、今のうちにこう叩くスピードを上げていきたいんですね。はい、でそれをスピードを上げていくにあたってメトロノームを使ってあげると、今どのくらいのテンポが叩けるのかで、例えば1週間後とか2週間後、あ、こんなにテンポが速く叩けるようになったっていうのが目に見えてわかるので、メトロノームを使うのをおすすめしてます。もちろん使わなくても なんとなくこうやってたら速くなったりするんですけども、基準がないと、いやなんか全然最近速くなんないんです、でも実は結構速くなってましたみたいな、はい、感覚だけだと分かりづらいので、その目安ってところで、メトロノームをおすすめします。で実際メトロノームを使って叩くのは16分音符になります。ちょっと、流してますね。16分音符で、例えばテンポ80とかにしましょうか。はい、これ今テンポ80です。でこの16分音符なので、1、2、3、4、1、2、3、4、こういう形ですね。ちょっと一緒に叩いてみてください。大丈夫ですね。今テンポ80ですので、これをどん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 速くしていくっていう。はい、ありがとうございます。もうちょっとテンポ上げてみます。テンポ90ですね。いきましょう。1、2、3、4。はい、ありがとうございます。おー、いけますね。大丈夫ですねテンポ100です。1、2、3、4。はい、おお、いけますね。110どんどんいっちゃいます。ちょっとできるとこまで頑張ってみてください。1、2、3、4。はい、ありがとうございます。そろそろ辛くなるかもしれませんが、最後にしましょう。120です。1、2、3、4。はい、ありがとうございます。おー、いきますね。はい、まあ、こんな練習ですね。で、これをなるべく長時間できるといいです。一つの目安は、まあ、大体3分間ぐらいかなと思います。まあ、一番はやりたい曲があったとして、その曲をかけながら今みたいに16分音符でこう叩いて、で曲が終わるまで叩き切ることができれば、その曲は余裕で叩ける、手の速さですね。まあ、足とかもあったりするんで一概には言えないんですけども、 手に関しては余裕で叩けちゃいます。はい、が目安ですね。で目標なんですけど、結構初めての方120ぐらい目標にしてるんですが、今結構できちゃったのでどうでしょうね、160とかできるようになってくると、はい、あ、すぐじゃなくていいですよ。あの、手を速くするのはやっぱり時間かかりますので、なんで今のうちにちょっとずつやっていきましょうっていうふうに、はい、それで初めにやっていただきたいっていう形でお願いします。ちょっと叩いてみます。160、こんな速さです。1、2、3、4。だいぶ速く感じますね、やっぱり。で、まあ速い曲、だいたい速い曲ですね。180ぐらいできると、まあ、いろんな曲ができるかなと思います。これ108です。1、2、3、4。このぐらいですね。あんまり早すぎると合ってるかどうかも分かんなくなっちゃうんですけど200ぐらい叩けると、まあ困ることは少ないっていうぐらいです。はい、教室内でも結構いらっしゃいます。200叩ける、100結構でもないですね。数人ぐらいですね。数人いますこの辺です。私の限界が220ぐらいか、210か、ちょっと 何分継続するかにもよるんですけど、10秒でよければ
多分230ぐらいはとか、はい、そんな感じで一瞬だけとかですね持久力になってくるとやっぱちょっと疲労が出てくるんで、そんなに早くはいけないんですけども、まあ200ぐらい叩ければ、まあ困ることは少ないかなと思います。本当に難関曲を挑戦するってなった時に、まあ、ギリギリ叩けるかとか、そのぐらいにはなると思うんですけども、160ぐらいあるとちょっとノリがいい曲であれば、まあ困らないかなと思いますので、はい、はい、そんな形で以上となります、はい。